どうも、ありがとうございます。で今回はホワイトボードを使ってちょっと話をしていきます。で、まあ変な波がね、打ってありますけども、成績の伸び方の部分についてちょっと説明をしていきたい。これは受験生もそうですし、普段定期テスト、まあね、勉強頑張っている方に向けてもそうなんですが、まあ勉強しててみんなもね、感じることあると思うんですけど、やってんのに伸びてないとかね、まあ伸びてる気がしないもそうだし、結果的に、 伸びなかったとか。あとは、一番勉強したのにテストの点数下がったとかね。そういったことも経験したことある方、あると思うんです。で、それで、心折れちゃう人いるんですよね。ああ、やっても無駄じゃんって。もう意味ねえし、やんねえし、みたいなね、ことも結構あるんですよ。でも、それめちゃめちゃもったいないんですよね。だから、ちょっとその辺をね、こう、踏ん張ってもらうきっかけになってほしいのでちょっとね、話をしていきます。では、行きましょう。 では早速ね、やっていきましょう。今ね、波線がありまして、ここに棒人間くんがおりますと。あ、私は棒人間しか書けないんでね、失礼しますよ。はい。で、この子が今走ろうとしております。で、この波線は何かっていうと、成績の伸び方です。基本的によく私が思っている伸び方。まあ、わかりやすいですね。最初、伸びねえんだ。伸びない。全く伸びない。でも、あるタイミングで、急にちょっと伸びるんです。グインって。 緩やかに伸びるってよりも結構顕著にわかります。あれ伸びてきたみたいな。あとは普段みんなが勉強していく中でなんかちょっとわかる問題増えてきた気がするんだけどっていう手応えを感じる瞬間がここです。いいですね。成長を実感できる。でもそれがずっと続くかといったら続かないんです。で、ある程度いったところで成績が横倍ならぬ下がります。ちょっと。で、これは横倍のパターンもあるし伸び方がねちょっと緩やかになる。つまり こうね、上がってきたんだけど、こうちょっとね、あ伸びなくなってきたなぁ、みたいなパターンももちろんあるんですが、結構同じように努力してんのに下がるんだけど、みたいなことが起こるんです。で、大体みんながその成績が伸びてるかどうかっていうのは、その学校のテストの得点っていうよりも、どっちかと,いうと順位で判断する方が多いはずです。例えば学校の順位で何位だ たとかもしで、まあ偏差値は偏差値はね、周りとこうで相対なので。偏差値でいくつだったみたいな感じ。だから、その周りも当然伸びます。時期によって勉強してるからね。受験生は特にそうです。だから、同じような努力だと、下がってしまうこともある。でも、そこでさっき言ったみたいに諦めちゃうんです。ここで、ああ、もう無理って、ここでね、やめたって。これは本当によくいる。 ここでやめちゃうパターン。で、もちろん、やーめたって言って、潔くやめてしまう方よりも、ちょっと、もう心が折れちゃって、1,2週間、停止しちゃうというか、勉強ペースがめっちゃ落ちちゃったりとか、手がつかなくなっちゃう。で、その後に、戻る方もいます。います。いるんですけど、ここ、やっぱりね、元のモチベーションまでは戻れないんですよ。なぜかっていうと、ここで、やーめたって言ったら、例えば1,2週間ね、その手をつかなかったり、ちょっとサボってしまった時に、その、 サボった自分がいいるじゃないですか過去の自分ねが自分を苦しめてくるんですつまり「お前なんて無理だよ」って言い始める悪魔な自分がねでこれが苦しめてくるんですよ特に受験生とかも今ねもう12月なのでだいぶ精神的に追い込まれる時期ですこの自分は強くなりますよとネガティブに考え出そうと思ったらキリがないから だから、できる限りこういう時に伸びてないなとか、うまくいってないなって、なかなか伸びねえなっていう時だからこそ踏ん張んなきゃいけない。で、踏ん張っていくと、それを打破してまた伸びるんですよ。で、その繰り返しです。繰り返しでもずっとこれ。 そう。で、これは例えば、偏差値60の壁とか50の壁。私大体ね、60、50、40。あと65にも大きな壁があるんですけど、があったりとか、その大学校のね、500点満点のテストで言うんだったら、450点の壁、400点の壁、300点の壁とかね、そういうのがあるわけですよ。でそういったところにもね、結構これは当てはまってくるんだけど、今回何が伝えたかったかっていうと、今ね、みんなが勉強してて、伸びてる気がしないと思う方はいると思う。そして、周りがめっちゃ伸びてる気がする。だから比べてね。 相対的に比べると余計に自分がダメな気がする。もね。やって、頑張っても意味がない気がしてきます。この時期は。でもそんなことはない。現に、もしとかで伸びてなかったとしても、ただただこの時期なんだ、今。この時期なのよ。この後にめちゃめちゃグーンって伸びていくために、今一生懸命グーンって足を踏ん張って踏ん張って、バーンって伸びるため。ジャンプするために、今こうやって我慢してやってる時期だ。ごめん。時期なの。 って思ってください。なかなかね、特に高校受験が人生初受験の方は、これをなかなか実感することはないかもしれない。だから実感したことがないから、自信が持てないんですよ。例えば大学受験をやってる方で、高校受験でこれを経験したことある方はめちゃめちゃ強い。過去に自分がそれを経験してるから、今うまくいってないけど、ここで踏ん張れば、絶対またこれが来るって。現に来るから。来るよ。 だから、踏ん張れる。でも、経験したことないことって分かんないじゃん。未来は不確定要素ばっかりだからね。でも、来るの。これは全員が来る。でも、それを踏ん張って、踏ん張って、踏ん張って、踏ん張ったのを頑張って踏ん張らないと、踏ん張ることをサボってしまうと、これが長引くんだ、こうやって。そしたら、受験に間に合わなくなる。受験の日っていうのは決められてますよね。あと2ヶ月か3ヶ月しかないんです、もう。ない。だから、 こんな、もうね、わかるよ。すげえ苦しいんだけども、やーめたとか、もう無理だとか、やっても意味ねえじゃんって。そんな自分に構ってる暇なんてないんだもん。いいっていうのを、今回伝えたかったの。何が言いたかったかっていうと、全員伸びんだよ伸びるの頑張ってるやつは。伸びるから。あとは間に合うかどうかだけだから。まあもう間に合わない不安もあると思うけどね。 でも一日でできる、一日は24時間しかなくてできることも決まってるから、自分でいろんなね、まあ5科目受験の方いれば大学受験で参加受験とかもいると思う。自分でやんなきゃいけない科目、全部一気には伸びないから、優先順位決めて、どっからやるんだっていうのをしっかり認識して、一個一個い、一個一個だから。うちらはね、 歩くしかできない。歩くか走るしかできないのよ。よく言うんだけど、受験って山登りみたいなもの、マラソンだったりね、山登りのイメージなんだけど、空をさ、ピョーンって飛べてたら楽だよ、羽ばたいて。でもうちらに羽なんてないんだ。一歩ずつ歩いていくしかないの、ここを頑張って。 いいだそう一歩ずつできる問題を増やしていくしかないから、だからぜひね、この動画見終わったらすぐまた動画閉じて、一問でも多く、今日ね、今日一日一年も一問でも多くできる問題を増やしていこうって。そして寝る前に今日できるようになったことをしっかり確認する。い定着、一回頭に入れたものを絶対もう抜かないって定着させるんだっていう気持ち。そして自分が今日でぜ、まあ、今日でちゃんと何歩かわかんないけど前に進めたって。 昨日よりはレベルが上がったんだって、ちゃんと自分に言ってやって寝てください。それをぜひ受験は、受験が終わるまで必ず続けて、できることならその後も続けてほしい。それから自己肯定感につながるからね。いいかなちょっとね、まあ、そんな感じで、ちょっと暑苦しくなりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、あと本当数、数ヶ月かの、ね、受験勉強となると思います。まあもちろんね、定期テストの方向けても当てはまることなんですが、頑張っていきましょう。悔いのないように。 後悔のないように、いや、後悔残るんだけどね、残るんだけども、後悔を少なく済ませるように、頑張ったと自分に言えるように、ぜひそう過ごせるように、えー、今週私もね、頑張っていきますので、ぜひね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあね、また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今週一週間もお互い頑張っていきましょうそれじゃあ、またねバイバイ